シーです。阪神の9回の表の最後の攻撃、6番のサード坂に代わって代打新井亮太です。解説は今日の杉野さんです。杉野さん、はい、もう岩瀬に対して言うことはないと思うんですが、はい、それでもやっぱり4点差あってもまず先頭だったんですね。先頭打者はフォアボールということはまず考えなくていいわけですよね、このピッチャーはね、ノーヤ先行してもそれだけどんどん取れるピッチャーですから、そう心配はない、僕はない、何も心配することはない。グランドレフレットに藤井が入っています。阪神としたこの代打新井亮太、そして続いて福留、梅野とつきますが、この下位打線からそう、ここだけですね、この内容を取っときは、まあ、そのままスンナイトいや、全然逃げ切ることができると思います。次は中野に、この時の今シーズンの初勝利、まず笑顔のバッターがあります。